はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ニッカウイスキーですね。ピュアモルトのレッドです。こちらが 500ml、アルコール度数43%で値段が1600円ぐらいでした。はい。これ以前俺飲んだのがホワイトなんですけど、ホワイトはむちゃくちゃうまくて、アイラウイスキーみたいな味がするウイスキーだったんで、すごい美味しくて。まあ、ね。だったわけです。まあ最近 給料日出たんで、給料が出たんで、それでちょっと買いました。まあ、プラスね、恵比寿の大瓶1ケースと、あとラガーの、キリンラガーの大瓶1ケースも買っちゃったんで、もう金がないです。それでは、いただきましょう。乾杯。やっぱ気温が高いとね、結構揮発するんで、口の中から。結構ね、揮発するんで、なんか、辛いっていうか。ちょっと冷やした方が、美味しいかもしんないな。結構あれだわ。熱くなるね。ホワイトと、あんまり変わらない気がする。美味しいっすね。宮城郷蒸留所モルトが主体と。軽く甘いバニラとフルーティーな香り。ソフトで優しい味わいが特徴です。だそうです。ちょっと、スモーキーさもあるんで。何これ？ニッカウイスキー創業80周年記念商品、ニッカアップルブランデーリター30年だって。何これ？ 30 年ってちょっとやばくね？数量限定販売。アップルブランデーだって。へえ。そういえばアップルブランデーなんてあったな。今度買ってみよう。結構甘めでこれ美味しいですね。ピュアモルト。ブラックが余市蒸留所モルトが主体。力強いピートとしっかりとしたコク、豊かな味わいが特徴です。で、レッドが、宮城郷蒸留所モルトが主体。軽く甘いバニラとフルーティーな香り、ソフトで優しい味わいが特徴です。ホワイトが余市蒸留所のヘビーピートタイプのモルトが主体。海藻や洋土に似た強いピート香、コクのある柔らかな味わいが特徴です。いや、普通にこれはうまいぞ。確かにバニラっぽい。なんか、
バニラっぽい甘めの香りと、美味しいですね。普通にうまい。1600円でこのうまさか。うまい。本当になんか、あれだな。バニラっぽい。うまい。これちょっと、ホワイトと飲み比べしてみる。ホワイトと飲み比べでもしてみましょうか。若干高級感があるよな、このピュアモルトって。結構飲みやすいし。ああ。ああ。ホワイトの方が燻製香は強いです。で、ちょっとなんか、ヨードっぽい香りもする。レッドは割とそういったものは抑えめで丸くまとまってる感じですね。全体的に甘め、ふくよかな味。こっちは結構シャープです、ホワイトは。でも、やっぱホワイトうまいな。この、なんだっけ、セイロガンのようなこの味。うめえな。今度、ニッカウイスキーのその、ブランデー、ちょっと買ってみたいんですけど。アップルブランデーって、そういえばあったよ。ほとんど見ねえけど。ブランデーか。ニッカブランデー XO ゼラデラックス。結構ブランデーも出してるみたいですね。VSO とか出してる。VSOP とか。なるほどね。でもアップルブランデーって美味しそうですね、なんかね。美味しい。でも、ちょっとぬるいっていうか、程よいあったかい。気温が気温だから。まあ、個人的にホワイトの方がうまいですね。レッドはレッドで美味しいですけど、
まあ、それなりといったとこでしょうか。やっぱホワイトうまいな、これな。このうまさ、1600円で買えるって。700ml 換算で2000円ぐらいでしょ。安くね？このレベルを。ほとんどあれですよ。ほとんどっていうか、まあ、ほとんどでもないけど、ほとんどボーモアに近いですよね。ボーモアと、ブラックニッカの、なんかを一対一で割ったような感じの味がするんで。まだボーモアちゃん残ってますけど。非常にコスパは高いですね。まあ、ボーマー12年は、ね、フルボトル4000円もしますから、あんまり、ポンポン買えるような代物ではないです。だがしかし、その2分の1の値段で買えるっていうことを考えれば、全然あり。むしろ、ボーマーも好きだし、ニッカウイスキーも好きな俺としては、もうベストなマッチングではないですかね。美味しい。美味しいです。ピュアモルトも。ピュアモルトシリーズ、ブラック。あと残すはブラックか。買いたいね。今度買ってこよう。ただ今月はちょっと無理だな。もう今8月6日なんですけど、給料日が28日なんですよ。10日も経ってないのにもう、残り、1万円ぐらいもない。1万もないな。金。使える金が1万もない。まずい。完璧にまずい。まあでも、フロムザバレルが、1800円ぐらいか、フロムザバレルって。ちょっと高いんだよね、フロムザバレルの方が。個人的にフロムザバレルよりかはこっちの方が好きですけどね。でもやっぱり、レッドもかなり口の中に広がる香りと風味がすごい。
うまい。ただこれはロックで飲んでも多分美味しいと思うんで、今度ロックで飲んでみよう。うまいですな。さすが。さすが、ブラックニッカの、ピュアモルト。原酒。モルト原酒だけあるわ。さすが。コク、甘み、香り。まあ、これは、まあ、個人的には、あれですね。4454で、いいんじゃないかな。こんなぐらいで。まあ、ホワイトには劣るんですが、全然美味しい。ぜひお試しあれ。ただ売ってるところが少ないのが難点。ということでご視聴ありがとうございました。